毎年春になるとギルドのパレードを開催して、冬の象徴である雪だるまの巨大人形を作って火をつけて爆発させる。ここまで冬が憎いところってありますか？どうもスイス暮らしのボロントです。このチューリヒの奇妙な春の祭りにはどのようなチューリヒの特徴が隠されているか、どのようにこの街の歴史を語っているか、今日話したいと思います。毎年4月の第3の月曜日には雪だるまの起爆が行われます。これはゼクセライテンという祭りのピークですね。その日の祭りは午後3時にギルドのパレードで始まります。自分のギルドの伝統的な衣装を着たり馬に乗ったりして、中央駅方面からぐるっと街を回ってオペラ座の前にあるゼクセライテンプラッツという広場へ向かって行進します。そう、オペラプラッツの前の広場の名前はゼクセライテンプラッツ。もうこの行事の名前がついています。音楽も盛大で、パレードの参加者の衣装も様々で楽しい見物になると思います。もちろん最前列で見たい人は座席の予約もあります。パレードが終わるといよいよお祭りの頂点です。ゼクセライテンプラッツのど真ん中に待っている雪だるまの巨大人形のブーク君の余命が少ないです。教会の鐘が6回鳴った時、このブー君が乗っている薪の山に火をつけます。数分には火がブー君の全身に広がって、爆薬が詰まっている頭が爆発します。火がつけられてから頭が爆発するまでの時間が短ければ短いほど、その年の夏の天気がいいという迷信があります。もちろん科学的根拠はありません。そして祭りの後ですね、ブー君の残骸に近づいてもいい時になったら、みんなが持参のソーセージなどを持って、そのブーグ君のまだ熱い残骸を使ってバーベキューをします。チュリヒ市最大のバーベキューパーティーです。これはですね、ゼクセロイテンという祭りです。気になる方は行事のその年の予定日を調べて見に来てください。じゃあこの祭りの由来はどうなってるでしょうか。まず名前からヒントをもらいましょう。ゼクセロイテンというのはですね、スイスドイツ語なんですよ。ゼックスという、まあ、数字の6、そしてロイテン、なる、鐘が鳴るという言葉が由来です。つまりゼクセロイテンというのは教会の鐘が6回鳴るということなんですね。中世では秋冬の間に、まあ、太陽光がまだある限りに仕事をするっていう規定があったんですけれども、春夏になると仕事は6時までですっていうルールがあります。なのでゼクセロイテンという祭りは鐘が6回鳴る時に仕事は終わることを祝う、つまり冬が終わって春の到来を祝う祭りです。そして誰がこのルールを設定したかっていうと、答えはギルドです。そうですね、さっきからギルドっていう名前なんか何回も言ってるんですけども、ギルドって何でしょう。ウィキペディアによりますとですね、ギルドっていうのは中世より近世にかけて西ヨーロッパ都市において商工業者の間で結成された各種の職業別組合ということです。その年の中で行われる職業の管理監修をする組織なんです。例えばパン屋のギルドがあるとしましょう。このギルドはその町の中のパン屋の管理をします。例えばどの材料を使おうか、どの大きさでパンを焼くか、そしてどれぐらいの値段で売るかみたいなことを管理します。さらにですね、パン屋のギルドに入っていない人は勝手にパン屋を開くことができません。その都市の中でその職業にまつわる大きな権力を持っています。よく言えば強い労働組合、悪く言えばマフィア組織ですね。そしてチューリヒはギルドの町だったと言われています。他の町と違って職業に関する権利だけじゃなくて政治的な強さも持っていました。なぜそうなっていたかというと、この男ルドルフ君の運動がきっかけです。時は14世紀初期。チューリヒは他のヨーロッパの都市と同じように権力を持っている、町を治めているのは貴族たちです。そして職業組合であるギルドの政治干渉が禁じられていて、市内に住んでいても市民権を得られていない職人たちもたくさんいました。なのでその職人たちはすごい不満を持っていました。その不満を持って1336年6月7日に
ルドフ君という若き貴族が町中のギルドに属している職人たちを集めて市役所へ突撃しました。この出来事は職人革命という名前が付けられています。それによって市を治める権力を獲得することができました。ギルドによる市の憲法を定めて市の議員はギルドの代表でなければならないというルールを設定しました。これでチューリヒ市の職業ギルドによる統治が500年近く続きました。1798年に、まあもうナポレオン時代になったんですよね。そこでスイスの国内紛争が起こって、スイスの盟約社団が崩壊し、中央集権制であるヘルベチア共和国が設立しました。チューリヒ市内でもギルドの政治関与が禁止されて、ギルドは権力を失いました。今生き残っているギルドはですね、もう職業管理じゃなくて、単に昔のギルドの伝統や歴史を守る組織になりました。そしてギルドの一番大事な仕事はこのゼクセロイテンという祭りの開催です。はい、これはゼクセロイテンの歴史と由来です。では雪だるまの巨大人形を作って燃やす、爆発させるというのは、これは意外と普通かもしれません。南ドイツを中心とした地域はですね、こういう習慣があります。冬が終わって春が始まるときに冬の象徴である人形を作って燃やすっていうのが結構広く行われています。ただしチューリヒ規模の都市のど真ん中でやるっていうのはチューリヒだけかもしれませんね。では今日はここまでです。質問や意見がある方は下のコメント欄に書いてくださいね。チャンネル登録もお願いします。そして次回楽しみにしてください。